それね、このあれですよ。うまっ。はい、そしたらね、料理をしていきますよ。スーパーで見バレしちゃうんで、ここ隠しますけど、豚肉ですね。今日は桃ブロックでやりますけども、これも鶏肉でも豚肉でも牛肉でも何でも OK でございます。はい。でね、このパックから出した時に、このね、このついてるね、水気をちゃんとこう切ると、これがね、意外と臭い汁だったりしますんで、このひと手間がね、美味しい肉につながりますよ。それでは一口大に切っていきましょう。もう食べやすいぐらいの適当な大きさでいいんじゃないですか。こんな感じ、寿司ぐらい。もういいか。はい、じゃあね、これぐらい切りました。まあ、およそ 200g ぐらいです。これは余りは明日食べます。ピッピン。でね、これをおもむろにジップロックにお入れしてでございます。こういう感じですね。じゃあここから味付けをしていくよ。はい、ではね、ここにまずはお酒を入れます。今日はね、紹興酒を使いますけども、あの、普通に料理酒で OK ですよ。でね、まあ、いつも目分量なんですけど、まあまあ大さじ1ぐらいですかね。飲むかな。大さじ1お酒で、これが今回の決め手でございます。塩麹、的場麹です。どうも。で、塩麹も大さじ1ぐらいかな、大さじ1ちょいぐらいですね。あの、結構適当で大丈夫なんで、あの、こんな感じね。うん。でね、今日はちょっと甘辛い感じの、ご飯に合う感じにしたいので、極甘醤油ね、うん、これね、めちゃくちゃ便利なんですよ。中華作る時とか、あの、砂糖を入れなくていいんで、めんどくささが省けるってだけなんですけど、これを小さじ2ぐらい入れていきます。飲むかな。はい、で、ここにね、あの、毎回すいません、これね、もう味の素代わりに私使ってますんで、これを入れます。今回はね、安丸だしのローストだしですけど、普通ので全然 OK ですよ。あ、で、ちなみに安丸だしない方は、ちょっとだしの素入れて、味の素も入れてください。それでいけると思います。でね、ここにちょっと酢、小さじ1ぐらい。はい、こんなもん。こんな感じね。続きまして、生姜、これはもう香り付け程度なんで2センチぐらいです。もうお好みですし、ニンニク入れてもいいですよ。今日はちょっとさっぱり和風にいきたいんで、これでいきたい。じゃあ、これをもみもみしていきましょう。でね、この塩麹につけることで、塩麹のこの酵素が肉のタンパク質を分解してくれるので、ものすごくね、肉が柔らかくなるんですよ。はい、よくもみましょう。そしてよく揉み込んで、手のね、体温を肉に移すように、こう肉を温めるようにね、揉み込んでいきます。で、そうすることで肉がちょっと温度上がりますよね。で、上がったところに、これから冷蔵庫で冷やすんですけど、この冷える過程で味が中に入り込んでいきますので、ぜひそういう風にやってみていただきたいね。うん、あの、煮物とかもそうですよ。あの、あったかいのから冷えた時に、次の日の煮物ってめっちゃ味染みてません？あれはね、冷える過程で味が入っていくんですよ。なのでね、しっかりこの段階で肉に体温を移していきます。で、空気を抜きましたら、冷蔵庫でね、まあ、2、3時間最低でも置いた方がいいんですが、今日はちょっとね、時間が、もうそろそろぴょんこ先生帰ってくるんで、ちょっと今日は時間の便宜上、1時間ぐらいの漬け込みでやっていきたいと思います。楽しみです。さい、焼きますよ。
今日はラードを使っていきます。ちょっとね、もも肉なんで豚脂身が少ないですからラードでいきたいと思います。でね、火はこれちょっと注意なんですけれども、塩麹ちゃんは非常に焦げやすいです。焦げやすいでございますから、必ず中火以下にしてください、ね。それではもうこれね、もうこのままザボッチザボッチして OK です。ザボッチ、筋肉焼いてもいい焼くな。ここにもやしとか入れてもいいですよ。でね、この料理のコツですけれども、これで例えば焼いてみるじゃないですか。そしたらこの辺ね、こうちっちゃいとことかを1個食べてみるんですよ。で、食べてみてなんかこう甘さが足りないなと思ったら砂糖入れればいいし、パンチがないなと思ったらニンニク足してもいいし、その味見をしましょうね、うん、これが重要でございます。いいですよ、焼けてまいりました。お皿ください。味見します。熱っ、うん、まっ、ね、ちょっとこのソースを、これ難しいんですけどね、ちょいちょい焦げる 0.5 歩前ぐらいちょっと煮詰めてあります。ちょっと飴色になりました。これをかけます。はい、出来上がり。豚肉の塩麹生姜焼きみたいなやつ完成です。実食。こんばんは。今日は照明器具をちょっと向こうの部屋に置いてきたので少し暗いかもしれません。朝日スープはい、乾杯。それでは早速いただきます。うまい、めちゃくちゃね、ガツンときます。ご飯はないんですか？でね、これ見てください。これパスタもらいました。スパゲティというかね、こんなのもらえる人います？大量スパゲッティも食べます。はい、今日ももちむきご飯。それね、このあれですよ。うまっ、これちょっと酢を入れたでしょ。ね、ちょっとの酢がこれね、飽きずに長くさっぱりとね、さっぱりまで言わないけど飽きないコツなんですよね、うん、最高。焼いてもいい焼くな。はい、じゃあパスタ食います。パスタって言われね、こういうのはスパゲッティですね。うん、スパゲッティね、ナポリタンはこのケチャップを麺を入れる前に炒めた方がいいですよ。でないとね、このケチャップの酸味が飛ばないんで、酸っぱいの好きな人はいいんですけど、私ね、トマトの酸っぱさ苦手なんですよ。なので、うん、でもこれはいい。
うん、最高。それでは、照明がないと、こんなにも、画質というか動画のこの感じのクオリティが下がるんですね。隣の部屋に照明があるのに持ってこないですいませんでした。さようなら。